チューインガム、チューインガムは、噛むゴムの意味で、ガムベースに味や香りをつけ、噛むことで、風味や口当たりを楽しむ歌詞の総称である。ガムと略されることが多い。チューイングガムと呼ばれることもあるがメーカーとしては、具が入らない。チューインガムが正式な呼び方である。一般的な形状としては、板状、板ガム、粒状、粒ガム、球状、ガムボールがある。 粒状には、陶衣のようなコーティングが施されていることが多い。多くはこれらに、小説味層がなされている。ガムベースの主原料としては、南米産の赤鉄火の樹木であるサポジラから取れる樹液を煮て作る天然樹脂のチクルが主に用いられる。チクルから採取されたゴムは、ポリマイナス1、4イソブレンで、シス型65%とトランスクリプション型35%の、 混合物である。現在はコスト削減や噛み心地の調整などの目的で松の樹液、松ヤニを加工して作る合成樹脂である酢酸ササビニル樹脂、ポリ酢サ酸サビニルやポリンイソブチレンも用いられている。風船ガムにはよく伸びる酢サ酸サビニル樹脂がよく使われる。これらに卵の殻などから作られる炭酸カルシウムを加えて硬さを保持させ風味付けの甘味料。 香料などが加えられ、成形される。配合する材料により味を自由に設定できるが、多くの場合、甘みがついている。砂糖が配合されていないガム、キシリトール入りガムなどは、歯磨きの代わりに噛まれることがある。通常はガムだけで飲み込まない。もし飲み込んだとしてもガムベースは体内に吸収されず、多少残っても、瓶として排出されるので健康上の問題はないという。 しかし、喉に詰まらせる恐れがあるので注意。紙に包んで捨てた方が良い。風船ガム、バブルガムは、ゴム風船のように膨らませるために作られたガムで、これにも甘い味がついている。また、ガムと油分を含む食品を同時に、口の中に入れると、ガムは少しずつ溶けていく。これはチクルをはじめとして、ガムに使用される樹脂が有用性であるためである。チョコレートや、 ポテトチップス等油分を含む食べ物なら、ガムを溶かすことができる。中央アメリカに住んでいた、アステ家族やマヤ族のような先住民族は、サポジラやエゾマツの樹液の塊を噛む習慣を持っていた。両文明が滅びた後もこの習慣は、メキシコインディオに受け継がれ、さらに、スペイン系移民にも広まったとされるが、これより以前に、ヨーロッパでも弾力性のある物質を噛む風習が、 あったという説ある。最初のガムは味がなくパラフィンでできていた。1848年、アメリカ合衆国でジョン・カーティスがメイン州純正スプールガムというパラフィンガムを発売した。1860年頃、メキシコのサンターナ将軍が当初別の目的でチクルを利用しようとしたが、これはうまくいかなかった。しかし、チクルには 噛むと歯が白くなるという効能があることを発見したた、チクルを飴玉状にして売り出した。この頃はまだ味はついていなかった。将軍の支援者であったアメリカ人のトーマス・アダムスがチクルに甘味料を加え、アダムス・ニューヨークというチクルガムを発売、人気を得て一気に普及した。1869年には甘味料の他に香料を加えた初の味付きガムを、 ジョン・コルガンが発売した。風船ガムは1880年代には存在した。最初の製造者はと伝えられる。ガムの自動販売機はアメリカでは19世紀末にはすでに存在した。日本には1916年、大正5年に初めて輸入され、1928年、昭和3年から日本国内でも生産されるようになった。日本では平安時代、 6月1日に餅などの硬いものを食べ、健康と長寿を祈る、歯固めの風習があったことから、日本中インガム協会は1994年、同日を、ガムの日、中インガムの日と設定した。2016年現在、日本中インガム協会によると、日本では2004年が、ガムの生産、小売量のピークである。 当時の生産量4万6千トンから2015年には約半分に減っている。街中のゴミ箱現象やタブレット菓子などの代替品により若者のガム離れが進んでいるものと分析される。ガムに限らないが物を噛み続けていること、継続した咀嚼運動で眠気を防いだり集中力を上げたりできるとされる。すなわちガムを噛むと顎を動かす筋が活発に、 運動する、そのため抗菌内にある、つむ型をした、感覚器官、筋防水を刺激し、感覚神経が活発となるためである。またこの継続した、咀嚼運動は、セロトニンの分泌を促すという報告もあり、それに従えば、ガムを噛むのは、セロトニン分泌のための一番手ごろな方法であるということになる。唾液の分泌を促し、胃腸の働きを整える作用もある。 眠気防止のためのガムとしては、カフェインを配合したり、刺激的な味にすることで、一層の効果を上げることを期待したものが、販売されている。集中力を上げるためのものでは、特に多い味というものはないが、NBA や MLB の選手などで、試合中でもガムを噛んでいる場面が撮影されることがある。ただし、紙タバコやひまわりの種を噛んでいる場合もある。日本では、 試合中にガムを噛む姿が、真剣さがない、不真面目であると非難の対象にされることがあった、巨人、安倍晋之助など、スポーツ選手がガムを噛むことは、蒸気に上げられる効果の他に踏ん張る時に噛み込む、際のショックを和らげるための行為と考えることも、できるが、その効果についてはあくまで民間療法的なものであり、科学的な根拠に基づいたものではない。ガムは噛み続けることで、 顎の筋肉が鍛えられるため、顎関節症や、それに伴う、諸症状などの予防や緩和につながると考えられているが、逆に顎を酷使するため、発症者には厳禁との見方もある。食べる人のマナーの問題であるが、噛み終えたガムをきちんと処理しない人も存在する。公共施設の床面や大都市の歩道、特に不特定多数の人が行き交う、鉄道駅のプラットホームや階段。 通路などによく付着しており、歩行中に捨てられたガムを踏んでしまう場合がある。醜いポイ捨てガムの除去には、各管理者が苦慮しており、また清掃コストもかかる。東京原宿表参道など、ガムバスターズなどのガムを除去するための機器を導入しているところもある。また、髪の毛に付着してしまうと剥がすのは困難だが、ポマードなど油を含んだ、整髪料で取る方法が存在する。 頭髪用のリンス、コンディショナーやムースも有効なことがテレビでも紹介された。なお服に付着したガムは氷などで冷やして固くした後に剥がし取ることが最も簡単な方法である。またガムは油や溶剤に溶けやすいためベンジン、灯油などを用いる合わせがあるが汚いシミになるため家庭では用いてはならない。他には市販の強力汚れ落とし、オレンジオイル灯や 中性洗剤、アルコール、またはマニキュアの除光液、アセトンや IPA、イソプロピルアルコールやエタノールで取る方法が存在する。このような問題があるため、日本ではガムの食べかすのポイ捨ては、軽犯罪法違反である。シンガポールではガムを所持すること自体が禁止されている。旅行者もガムの持ち込みができない。しかし2007年より、 キシリトールなどが配合されていて、健康のためとされウルガムについては解禁された。しかし、あくまで健康のためという理由なので薬局でしか販売されていない。また、旧来から味付けには、砂糖が使われており、歯が長時間糖にさらされたり、食後にケアを怠ると酸が生じて、虫歯を進行させることになる。また、不要なカロリー摂取の要因の一つだった。 そのため近年は体内に吸収もしくは分解されない合成甘味料を用いて糖分 0g とする製品が増えた。その中には歯の健康に役立つことから特定保健用食品に認定された製品がある。しかし合成甘味料には大量に摂取すると体質によってはお腹が緩くなるものがあり、過摂取に注意し自分の限界量を知る必要がある。また、 歯に詰め物をしている場合は粘着して取れやすいので噛むのを避けるべきである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。